マヨネーズさん先ほど留学生友人がメンタル不調の米をしていたものです。微妙な米にもかかわらず返事を考えていただき嬉しいです。視聴者の方々も構っていただき感謝します。気が楽になりました。これからも応援しています。にあげる感ます。お米の妖精おめこまさん。ふとんちゃん。いや、マサオ。今日かかりつけの病院さんに行ったら医者にお人形マサオはいないって言われたよ。マサオはマサオのこと信じてくれるよね。マサオマサオ。 200L。感謝します。まっちゃん 500L。感謝します。えー、チアノさん。松本さん、今日はお料理教室に通い始めてから約1ヶ月が過ぎました。なぜ料理教室に通ってるかというと、松本に美味しいお料理を作るためですよ。ちなみに私は部屋が着なくても大丈夫ですよ。200L。感謝します。でも、この人、モサドなんだよね。この人。チアノさんって名前なんだっけど、この人、モサドなんだよ。アンニュイラストナイスさん、800L。感謝します。 シアノさん、イエスは言いました。陰を求めてはいけない。なぜならその陰は人の悪行で汚れているからだ。どうしても陰が欲しいなら私の手を取りなさい。そうして私と共にみんなが欲しがる陰を、えー、作る手伝いをしましょう。にやける、悲しみます。ラ木さん、はい、シアさんです。私事ですが、今年に入って2回目のコロナにかかってしまいました。とても辛いので、布団ちゃんも気をつけてください。気をつけます。ありがとうございます。イヤさん、布団ちゃん、反出生主義についてどう思う反出生主義って何 簡単に言うとこう産むなっていうことこう産まないについてでもいやよくないんじゃない子供たくさんいたかね、あの子供って希望だし未来って感じがするじゃんやっぱ。うん、俺はなんかそんな塞ぎ込んでる人たちのようなんか考えって感じがするな。うんえー、こんばんばは 最初の方にご紹介したいいと思います配線はケーブルトレイを設置するするしま,すける感じますケーブルトレイあるんだけどななんかでも溢れちゃうんだけど俺こうやってガタ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 こうやってやってるといつの間にか <laughs> 逆流性食道炎さん布団ちゃんの洗車ごめんよ俺が大人げなかったよところで今日は友人とキャンプに行く予定だったんだが1週間ぐらいめまいが止まらなくなって病院に行ってきたよキャンプ行きたかったな見分ける感謝します目に入るですかあの早くなるといいですねストレスとかいろいろまあお薬もあるからね だ、えー、だらけのだけのの友人も今日も今までいなかったので自分のツケを気にしたことがなかったんですがこの配信を見せたら自分もおしゃれにしたくなってきましたねなんかさおしゃれってさなんつうのかなあれじゃないですかうんと人に見せるものでもなくさまあ自分がこう毎日こうワクワクするというか、ね、ちょっとこう気分転換できるものでもあると思うからね、うん、なんかこう一人暮らしでもいいのかなと思うわ。 えー、チンボにドリルフさんマッチングアプリで知り合った女の子とデートしたけどパスタをズルズルするくちゃくちゃ音を立ててる食う箸で食った方がうまいというか意味不明なことを言い出すで最悪でしたこういう子はやめた方が無難ですかいやどうなんですかね俺もよくあのやりますよただ初めて会った人にはやんないけどある程度関係値が取れてきたらおいお前、まあ、こうやって空気含んで食ったが味がなんか膨らんでうめえやって。 やりますけどもしかしたら食に対して興味関心の幅が広い人なんだろうね。うん、あなたももし食べ物に対して興味関心が、ね、こう高い人だったらばもしかしたらマッチングするかもしれない。ほやぼやさん、布団ちゃん、俺の、えー、お部屋紹介しかしありがとう。布団ちゃんと一緒に綺麗な部屋を維持できるように頑張るぞ。にいします。せいこさん。いや違う。<laughs> シコさん、うまいタレをデスクに置いて送ったものです。紹介していただきありがとうございます。布団ちゃんのパチンコ配信を見て人生初のパチンコを打ってリゾルで13万くらいかけたのでおすわけします。プンフェス当たりました。あ見上げる。感じます。PK 男さん、松が実際に欲しそうにしたもののリスト、ヘッドホンスタンド、電子タバコ充電スタンド、観葉植物,モニ,観葉植物モニターにつけられるヘッドホンハンガー、ありがとうございます。<laughs> これコピペします <laughs>。ありがとうございます。はい。えー。 とあとは村さんこの間座れる台なくていない座ったら15万分の1のフリーズ引いて乾燥して6.5号機でミ見せてくれていいけどまともな台がバイオしかないよえバイオもダメじゃないカバネリじゃないどっちかっていうとうんバイオ俺クソ台ってイメージがあるんだけどその出るんだバイオってまだ打ったことないんだよな俺動画でしか見たことないけど。 えー、タコスさん、布団ちゃんは影モードでほぼ現実になった前からを見てくれ。部屋の参考になるかも。ちょっと後でまた見させていただきます。エキソインポットさん、こちらをご覧ください。ツイッターは見てみるか。なんなんだこちらをご覧ください。エロだったら、これ枠、あれだろう。困るぞ、これ。凍結されてるわ。うん、エロ、エロで。 くだらん老人が健康になる献立と考えてほしいとの要望を受け管理栄養士とあオッケーオッケー,ー了解ですえー、感じますおじゃきさん東京ドームライブ行ってきたよクスト最高だったわ町はももいつか20のライブ行けるといいね800円感じますあのさ俺のあのマネジメントしてくれてる人がさあの20のライブ あのー、言ったのよで話聞いたらさめちゃくちゃ良かったらしくてこれね n i z i の,20の、えー、そもそもさなんだっけあれ n i z i プロジェクト見てる人しか分かんないと思うんだけどミーヒのあれやったらしいんだよ n o b d nobody o s t n o b d nobody o s t、stand. サランヘヨンチサランヘヨやったらしいんだよマジで見たかったそうあとはハートビートもやったらしいのもうハートビートができねえけどそうめっちゃ行きたかったけどまあ次回まで行きますこんばんは、えー、ふとんちゃんは自分自分は病院の当直の受付やってるんですが毎日たくさんの患者さんから電話が来ます 言い方が悪いんですが大半はプシコの方の緊急性のない電話ですよかったらいい対応方法を教えてください <laughs> えっと僕はね当直やったことないんで多分僕に聞くよりもあの先輩とかまたは横のつながりの人たちに聞いた方がマジでいいと思いますいやーそうだねちょっとちょっと僕わかんないですねどうやったらいい対応をするかは と、はいえー、いうことでね、あしたまた、はい、なんか枠やります。俺明日ちょっとね、ホラーゲームやりたいんだよね、ちょっとね、実は。はい、夜にね、なんか、一作でできる、ちょっとホラーゲームやりたいなと思ってるのと、あとね、ちょっと、レノボが届いたんですよ。だからちょっと、魔人の食卓、生でやるか、動画でちょっと撮るか、まだ分かってないんだけど、明日ちょっと昼間にね、やろうかなと思ってる。もし生でやろうかなと思ったら、生でやるわ。動画だったら、動画でやる。ということで、 本日はたくさんのね、えー、お便りありがとうございましたまたねなんか視聴者の部屋だけではなくね、えー、何かちょっと、えー、皆さんボキャブラリーが豊富で面白いものだったのですね、えー、また何か企画させていただきたいなと思いますちょっとねあの突、ー、貫でねちょっとやったんでね、えー、結構皆さんも準備も大変だったと思いますけどもありがとうございましたまたどこかでお会いしましょうじゃあね